新知がチャンス JJ チャンネルです。斉藤知事の事件ですけれども、今日はですね、G マルされた西播磨民政局長渡瀬康秀さん60歳、この方が7月7日ですね、実家で G マルされたというようなことで、この事件ですね、この方の視線で斜め45度から考察をしてみたいなっていうふうに思います。第1回目はですね、斉藤知事の目線でこの事件を見ました。で、彼はですね、操り人形だったね、操り人形であのように追い込まれていった、まあ、正義の人の一面があるのではないかというね、動画を上げましたね。そして昨日の動画ではですね、もっと高い、もっと高い政局という視点で斜め45度から見ていくと、やはり斉藤知事は操られていた。だけれども、やはりこの政局ですね、この20年間過去5期務め上げた自民党のこの利権構造を、革新派、同じ自民党の革新派、菅さん、そして維新が押して知事に当選した3年前にですね、自民党が割れて革新派として当選したこの斉藤知事がですね、170以上の維新と作り上げた公約を実践していく中で、いろいろな人事ですね、外郭団体への利権構造を刷新していく流れの中で起こった事件ではないかというね、動画を上げました。そしてですね、その昨日の動画ではですね、この G 丸した、西播磨の民政局長もですね、本当の正義ではなかったのではないか。ね、ひょっとしたらこの利権構造をですね、ひっくり返すためのですね、手先になっていたのではないか。その中で追い詰められた G 丸ではないかというね、形で、上の目線から見るとそういう形だったんですけれども、今日はですね、やはりこの事件ですね、お亡くなりになってる方がいている。ここに真相があるのは間違いないんですね。事件、なぜ人が亡くなったのか、どこに動機があるのか、斉藤知事がいなくなって一体誰が得をするのか、誰が逃げ切ることができるのか、このようにですね、事件っていうのは必ず利益を得る人がいてるんですね。そして損する人がいています。こういうことを見ていかなきゃです。見ていかないとですね、事件の真相っていうのは見えてこないんですね。そこでですね、今日はですね、この西播磨民政局長、渡瀬康秀さん、この方の目線でこの事件を追ってみたいと思います。僕はですね、今日の動画で一つ発見、今日の動画でというよりもですね、この視線で、この渡瀬さんの視線でこの事件を見ていくと、この方、相当素晴らしい人です。すごく正義感のある人です。僕はですね、この方、やはりですね、被害者ではないかなっていうふうに思います。そして、彼は自分の正義を貫くためにですね、自民党にやはりですね、利用されたと思います。ね、旧政権、兵庫県の旧政権ですね、改革派、斉藤知事にですね、してやられた旧改革派、旧自民党ですね、ここに利用されたんじゃないかなと思いますね。そして最終的には責任を感じて自分だけの問題で終わることができない。自分が集めた情報、斉藤知事のおねだりであったり、パワハラであったり、7つの告発ですね。彼は間違いなくこれはですね、自分の信念を持って告発するつもりであったと思います。ところがここを利用されたんですね。ここを、利権構造を塗り替えられていく自民党がここを利用した結果、彼は追い詰められていったというふうに僕は見えます。なのでですね、この西播磨民政局長、渡瀬康秀さん、相当ですね、僕はですね、この人、義の人、非常に魂の深いですね、素晴らしい人やったんじゃないかなっていうふうにですね、調べれば調べるほど出てきました。そしてですね、この今回の斉藤知事の事件ですね、今日は民政局長の視線から見ていきますけれども、大きく見るとですね、この事件3人の方が亡くなってますね。3人の方が亡くなってます。はい。ということで、今日はですね、この民政局長に視点を、視点でですね、この事件を見ていきますけれども、どの視点で見ても、やはりこれは利権ですね。この20年間の兵庫県警の県政を20年間やってきた自民党が割れて、斉藤知事、維新の押した斉藤知事、菅さんの押した斉藤知事が新しく県政を
牛耳っていこうとするこのいやらしい戦いの中に、一般の職員さんですね、今回の職員さんであったり、まあ、担ぎ上げられた操り人形になられた、なってしまった斉藤知事が表舞台に登場している。でも本当のこの闇はですね、この利権構造の裏で糸を引いている人たちがいてるということなんですね。その中で3人の方がお亡くなりになってます。まずは1人目ですね、今日の中心人物です、西播磨民政局長渡瀬康秀さん、この方です。60歳、7月の7日実家で G-0 されてます。はい。そして2人目はですね、民政生活部総務課の課長さん、H 課長。この方はですね、広報にも出てません。お亡くなりになったことはですね、伏せてます。これはですね、ご家族の方がですね、申請をして、公に公表しないでくれということもできるので、兵庫県の広報には載ってないのかもわかりません。斉藤知事もこの方に関してはコメントをしてませんし、一切この方のコメントは出てきません。このですね、課長ですね、H 課長、4月の20日に自宅で自ら命を絶ってます。で、理由として考えられるのは、大阪で開かれる万博、やはり維新が絡んでますね。万博 PR のため、一人の尊い命が犠牲になったんですね。この方はですね、この万博のね、協賛企業、たくさんチケット売らなあかんからね、協賛企業とか関係各所とのですね、調整を担ったのがこの方なんですね。そしてその中でね、不正行為が結構あったらしいです。大阪府との激しい調整に精神が持たなくなって、うつ病を発症しました。うつ病をね、発症してね、そして、7月の20日に自宅で、3ヶ月か数ヶ月休んではったみたいですけれども、自宅で自ら命を絶たれたということですよね。これがね、本当だとするとですね、この方が追い込まれてこういうことになったとするならば、維新行政の罪はですね、あまりにも根深い、ところにあるんじゃないかなということで、この二人目、民生生活部総務課の H 課長、この方の命というものを今回のね、事件に関わってるということですよね。そして三人目です。この方はですね、告発状、7つの、この告発状ですね、の中ですね、今日の中心人物、民政局長の渡瀬さんの告発状にも、出ていました。第1番に出ていましたね。この方ですね、飯尾木部誠さんって読みます。これちょっと難しい読み方ですけれども、飯尾木部誠さん、政治学者です。非常に有名な方でですね、この方は勲章ももらってるし、ものすごく政治学者としては有名でですね、ハーバード大学にも出たりしながら非常に、すごい方なんですね。で、この方はですね、6日に亡くなってます。急性大動脈解離というね、症状で亡くなってるんですけれども、この方は兵庫県の震災の21世紀機構の、理事長をしてたんですね、兵庫県のですね。そしてですね、この方が6日、ね、お亡くなりになる1日前です。その前日に、有名な、今では有名な、斉藤知事よりも有名になったかもわかりません。副知事がですね、この方の自宅を訪ねてるんですね。で、お亡くなりになる前日に、この伊予部誠さんを訪ねた副知事が、何を話しに行ったかというとですね、この兵庫県の21世紀機構の副知事、ね、この二人をですね、解雇しますよというね、通達です。相談しに行ったんじゃないんですよ。もう二人首切りますよという話をしに行った。ね。それでですね、この、伊予部誠さんはですね、門前払いしたんですね。なんで今までですね、この方はやっぱりですね、5期20年勤め上げたですね、前、副理事長とは非常に懇意の方、前知事ですね。前知事とは非常に懇意の方だったんですね。それで、まあ、門前払いしたらしいんですけれども、次の日です。次の日に、仕事中にですね、ストレスから来るんじゃないかと、翌日ストレス、このストレスできたんじゃないかということでですね、急性大脳脈解離でお亡くなりになったということですよね。つまりですね、この副理事が関係している人、ね、もうこの副理事もなんか涙の会見をしてやめたと言いますけど、あの涙の会見一体何やろねっていうことなんですけど、今日はそこには触れませんけれども、3人の方がお亡くなりになってるということなんですね。はい。そしてですね、いよいよこのようにプロの凱旋も始まりました。ね、兵庫県庁の周りをですね、この右翼団体がガンガン回ってます。で、これどこが回ってるかというとですね、これ大阪の南河内にあるですね、右翼団体ですね、大日本声優会というですね、いろんなところでですね、凱旋活動をしている右翼団体です。で、代表はですね、野々上っていう方がね、代表です。野々上さんという方が代表です。ただし、ちゃんとですね、この、凱旋に回っている、
この、日本声優会ですね。ここの声優会ですね、ちゃんと総務省に、政治結社としての届け出をしている正規の政治結社です。ね。で、ちゃんと税金も納めてるんですね。そしてですね、何を言ってるかというとですね、ここ結構面白いんですよ、言うてることね。外線で言ってること面白いですよね。まずな、こんなこと言ってる。おいおい、こらー言うてね。まあ、こんな喋り方ですよね、右翼ですからね。おい、こらー言うてね。まずな、お前な、そもそも言うたんですよ。お、面白いやんけ。こいつそもそも何を言うんかなと思って聞いてたらですね、そもそも百条委員会のな、会場小さいやんけっていうところが始まったんですよ。おいおい、そこが会場小さいところから始まるのかいうことなんですけれども、で、何を言ってるかというとですね、まずですね、斉藤知事に対して文句を言ってるんですけれども、維新に対して、ね、おい、これは維新、松井、橋本ということも言うてましたね。あ、ということはね、やはり維新を攻撃する、知事を攻撃するということは、これ自民党の金が動いてね、プロですからね、金が動かな、ね、こういう活動せえへんやんか。ね、せやか自民党の差し替えできたんかなと思ったらですね、百条委員会のこともね、俺ら耳っち百条委員会やりやがってって言って、百条委員会のことも突っ込んでるので、あれこれ自民系でもないな。ということはですね、やっぱりね、これ、愛国思想、愛国主義のね、思想の完全な右翼団体ですからね。まあ、ちょっと見た目は怖いですけれども、彼らの活動ってね、結構子供の問題であったりとかね、そういういじめの問題であったりね、そういうとこにも凱旋しているね、ちょっとですね、見かけによらずですね、正義、ほんまの正義っていうようなね、団体なので、ひょっとしたら裏がないかもわかりません。本当の、ね、この、日本の愛国ですよね、この愛国者のつもりでやってると思います。というのは、両方叩いてるから、維新も叩いてるし、百条委員会も叩いてるから、本当にこの県政に対して、この問題に対してね、お前ら真面目にせえよということを言いたかったんじゃないかなということなのでね。まあ、こういうプロも登場主義だとね、すごいですね、南河内のね。野上さんすごいですねってことなんですけれども、それではね、ちょっとね、事件の方に戻っていきたいと思いますけれどもですね、今日はですね、ちょっと、民政局長ね、のところを中心に見ていきますけれども、今年のね、4月の2日にですね、鹿児島県警の不正の告発ありましたよね。一時、いっぱい取り上げられましたよね。鹿児島県警の不正の告発ね。これを、取り上げたネットメディアのハンターにですね、にも乗りました。ね、ハンターにも乗りましたね。で、この真ん中の方に出てるですね、これ時系列ですけれども、3月の12日に、怪文書を出したんです、この。人はですね。で、この怪文書を出して、いろんなとこに怪文書を出したと。で、これを4月の2日に、ネットメディアのハンターにも載ってるんですけれども、4月の4日です。つまり、怪文書を出して、その出した、昨日の動画でも言いましたね、怪文書の段階で、この維新の会、斉藤知事の指令をもとに副知事なんかがいろんな調査をしたというパソコンを押収したと。で、それからです。それから4月4日に、まあ、慌てて広域通報をしたと。そして5月の7日にですね、その後ですね、停職処分が出たと。この時系列になってます。ここだから勘違いしないでほしいんですね。一番初めに広域通報したんではないとね。怪文書、広域通報、そして懲戒処分。この時系列があったと。ね、そして渡瀬氏も7月19日ですね、この後ね。証人としてですね。百条委員会に出るというね、ことで、ものすごくですね、意欲を示したらしいです。家族にも知人にもね、これでね、この県政、曲がった県政ですよね。この県政に、いわゆる、一党投じるんや、いうことでね、ものすごく息巻いたらしいんだけれども、なんと7月7日に G 丸してると。一体何があったんや、いうことですよね。この間に一体何があったんやと。このね、やっぱりこの人の G 丸の陰にはですね、このパソコンの中身なんですね。このパソコンの中身に本当に自分の命をかけるようなことがあったと考える、ここしかないんですよ。この一点なんですよね。だってこの方はですね、今の県政ですね、これ維新の県政と言ってもいいでしょうね、斉藤知事ですから。今の維新の県政に関して、非常にですね、疑問を持ってた方なんですよ。これはあまりにも強引やと。この人事はあまりにも強引だと。なぜならば、彼は人事課に2015年人事課だったんですよ。だから誰がどうなる、誰がどうなるっていうのを全部ですね、把握してる人だったんですよ。まあ、つまり要ですね。で、この民政局長っていうのは、県政の中でどれくらいのポジションかというとですね、いわゆる、出世はしてるんですけど、超エリートではないんですよ。中級のエリートだというね、この民政局長というのはね、その立場ですね。だけれども、彼は
ですね、この維新に変わってからのこの県政のやり方にですね、いわゆる自分自身です。正義です。正義としてね、自民党とかそういう立場ではなくてですね、正義の気持ちでここは何とかせなあかんということで、自民党からですね、要するに後押しがあったんでしょうね。君ちょっと力貸してくれへんかと。ね、君人事課に持ったやろと。ちょっといろんな情報集めてくれへんかと。今の県政に不満があるやろと、うまいこともこのせられたんじゃないかなというふうに思うんですよの。思うんですよね。そして彼はですね、そうですかと、わかりました。今の県政僕も不満を持ってます。いろいろ情報集めましょう。と言っている中でのね、怪文書の流出であり、そしてパソコンの押収。ところがこのパソコンの押収もいきなり押収されたもんやからね。このパソコンもですね、やっぱり県のパソコンやから押収する権利は県は持ってるんですよ。個人のパソコンじゃないけど。ただこの時に、まあ、個人の USB も取っちゃったっていうのはあるんですけど、まあ、これギリギリのところですよね。法律的にはギリギリのところにあるんですけど、この話はちょっと置いときましょうね。こういうような流れの中で事件がどういうふうに動いていくかということなんですけれども、ちょっとこの人の人物像を見ていきましょうね。この、渡瀬さんですけれども、姫路市出身です。地元ですね。地元出身した60歳で京都大学の法学部を出てます。つまり法律には詳しいんですね。非常に法律の詳しい頭のいい方です。兄弟ですからね、エリートですよね。そしてですね、なんとこの妹さんはですね、あの有名なブライダルね、結婚ですよね。ブライダル情報誌の発案者なんですよね。ゼクシーっていう有名ですよね、ブライダルの雑誌ね。あれの発案ね、生みの親のこの渡瀬博美さんというのがですね、妹さんでいてます。非常にこのお兄さんを慕っていました。正義感あふれる、ユーモアあふれるね、人物だということでお兄さん子だったんですね。で、幼稚園も小学校も中学校も高校も大学も全部お兄さんの後をね、追っていったということなんですね。で、この、こういった妹さんを持ってますけれども、妹さんの発言を見てみてもですね、非常にお兄さんはですね、正義感あふれる人やったということが見て取れます。ね。ブログなどに書いてます。で、この渡瀬さんもですね、Facebook やってたんですよね。で、この人の Facebook をね、見る限りですね、素晴らしい方やなっていうのがですね、見て取れるんですね。で、この方はですね、いつ兵庫県の県庁に入ったかというと、1987年県庁に入庁してます。そして2015年、先ほどお話した人事課、つまり県の中の人事、全部情報を握ってるというね、その立場にいたということですよね。そしてですね、2019年に、管理局長になって、そして2021年ですね、ここで西播磨の県民局長になってるということですよね。すごいですよね。2021年ですから、斉藤知事が生まれた年に、西播磨の県民局長になってるということですよね。そしてですね、この渡瀬局長は姫路市にあるですね、姫路女学院の理事長。つまりですね、もう60歳ですから、定年間近だったんです。もうすぐ定年。そして次の、就職先。まあ言ったら天下り先で言ってもいいかな。次の就職先、もう決まってたんですよ。これが、姫路女学院の理事長ということで決まってたんだけれども、ね。4月から就任する予定やったんですけれども、もう3月ですからね、この事件起こったのは。3月に就任予定やったんやけれども、これがバーンダメになったと。ね、ということで、まあ次の、いわゆるその、天下り先の夢もね、夢というか、その流れもね、途切れてしまったという中での今回の G 丸ということですよね。で、彼はですね、何を一番気にしていたかというと、やはりパソコンなんですよね。パソコンを押収された時まではですね、百条委員会にガンガン出て、まだやると言ったんやけれども、その中身なんですよね。プライバシーの侵害というものを非常に気にしていた。ね、そして自分自身が個人でね、ちょっと自分の個人のデータ入ってんの、それだけは百条委員会でさらさんといてなって言っとったんですよね。ね、言っとったんですよね。ところがですね、あんまり言うこと聞いてくれへんもんやから、なんとですね、これ、法学部を出てますからね、京都大学のね。渡瀬さんはね、自分が専属の弁護士を雇ったんです、この時に。渡瀬さん、専属のパソコンを押収された後に、専属の自分自身がですよ、職員の自分自身が弁護士を雇ってですね、百条委員会宛にですね、申し立てをしてるんですね。どんな文章を申し立てしたかというとですね、自分のプライバシーが侵害されること、基本的人権に最大配慮して百条委員会をやってくれっていうことでですね、弁護士を通じて百条委員会に申し立てをしてるんですけれどもね。で、まあ、これもなかなかうまくいかなかった。いろんなことの中で非常に思い詰めてるようにね、映ったっていうふうにね、周りからは言われてるんですよ。でも、周りの評判も、か
かなりこの人は正義感の強い人で、人望があったということなんですね。ということは、やはりですね、こういうことなんですね。正義と正義の戦いなんですね。つまりですね、正義っていうのは、相手の正義っていうのは、こちらから見たら邪魔ですよね。例えば、ウクライナとロシアの戦いも、両方とも正義がありますよね。ハマスと、イスラエルの戦いもそうですよね。日本も全部戦国武将もそうじゃないですか。ね。関ヶ原の戦いも、西と東も、両方とも正義があるじゃないですか。このようにですね、やはりですね、この渡瀬さんの正義というものがあったんですね。今の県政、今の維新の県政に対しては自分は絶対許せない、許せない。特にこの人事のあり方、ね、いきなりこのようにですね、先ほどの、この勲章を取った方ですね。この方の人事もいきなり二人を解雇にしてしまうとか、いろんな強引な今までの利権構造を、まあ言ったら一掃するために維新がどんどんね、排除していったわけですよね。斉藤知事を通じて56の兵庫県の天下り先に対して、天下りしてる人に対して、おい、65歳以上にまだまだ、65歳以上やのに、まだ天下りして給料年間700万儲てるやつ、お前らもう65超えたやつはみんないなくなれ言うてね、この退任勧告を出したりしてたと。このやり方にもやはりですね、もう言ったら定年退職まで京都大学を出てずーっと勤め上げてきてですね、頑張ってね、やっぱり60歳になったらやっぱりその次の就職先もみんなそういうことがあって勉強してやっていくじゃないですか、市役所入る人っていうのはね。これは分かってあげましょうよね。こういう真面目な天下りっていうのは許してあげましょうよね。天下りというよりもこれはその人たちの頑張ってきたご褒美みたいなもんですからね。で、それに対してこれあまりにもひどいことを維新がやるなと、3年前にね、僕はね、斉藤知事が来てから一掃している。で、このことに対して不満を持ってた正義があるんですよ。やっぱりこの人のね、正義っていうのは最後にご紹介する文章に表れてますけど、ほぼねやと思うんですね。こういった中で利用されたと思うんですよ。その正義を役に立てへんかというのが自民党からバーンと声が入ったと思うんですよ。自民党もやっぱり今まで20年間県政を引っ張ってきたけども、ね、革新派の維新がバーンと出てきてですね、それを全部お前らどけって言われたもんやから、これは困ったなということでですね、今実際民政局長ね、この中心的な現場のですね、中心的な人間を巻き込んでいったと、この正義の人が巻き込まれたということやないかなというふうに思うんですね。で、やっぱり百条委員会の時に面白いことが起こってるんですよね。これ百条委員会の設置の時にですね、このパソコンの問題ですわ、やっぱりあったんですよ。どんなことがあったかというと、このパソコンの中に入っている情報で、個人的なものに関しては、この情報、この渡瀬さんが言ってるように、個人的なものは百条委員会に出したらあかん、出さないでおこう、こんな申し立てがあるって弁護士を通じて言ってるもんやから、自民党としてもですね、百条委員会を開催する側としてもこれは出さんとこうと、このおねだりいじめだけの問題をさらそうやないかということの方向になったんやけども、なぜか維新だけはいやいやあかんあかん、そんなもんお前いろんなこと個人のプライバシーのことを公開してきたんやからな。そんなもんパソコンに入っているものをね、職務のパソコンやとね、言うたら県庁のパソコンの中に入ってる情報は全部公開せえ言うて、維新だけが反対したんですよ。全部公開せえ言うて。やっぱりここはおかしいですよね。普通の考え方から言ったらね、やっぱりその問題以外のものは公開すべきじゃない、公開すべきではないじゃないですか。でもやっぱりもうここで維新でもそこが怪しい、ここが怪しいので全部引っ張り出そうとしてたと、この段階では。ね。でも最後には昨日お話したように、維新も阪神のパレードの問題で、これは守りきれへんな、いうことでね、もうパソコンのことももうそんなことこんなして反対しとったこともどうでもかまへん。はよ逃げようという風な態度になったんじゃないかなということなんですよね。で、この渡瀬さんのコラムね、このようにですね、いわゆるその出してはるんですよ。もう G 丸される前にですね、僕のフェイスブックはね、皆さん県民の方も呼んでると思いますけれども、僕はこのように思ってですね、もう思ってますと、そしてこの県政から身を引くことになりますっていう思いをですね、綴った、ブログを出してるんですね。で、この奥さんもですね、主人の最後の言葉をね、メッセージとしてね、百条委員会のね、場でですね、最後までね、彼の、真実ね、彼の命を絶った訴えの真実を究明してほしいということを言ってます。で、どんなことが書かれてるかというとですね、ちょっと心打つことが書かれてるんですよね。我々は公務員です。仕事は県民の皆さんのためにするものです。自分のためや自分の栄光のため仕事はしてはいけないと。ね。仕事を利用してはいけないんだ。そして自分の損得感情で行動してはいけない。人の選別してはいけない。ね。
出世とか承認、これは結果であって、それを目的にしてはいけないなどですね、ものすごくね、正義感あふれることを書いてるんですね。で、とにかく理不尽な現実の壁にね、跳ね返されているんだと、ね、負けないぞということを書いてます。ね、よかったら皆さんもこれね、全文を紹介すると長い動画になりますからね、ここまでしときますけれどもね、このようなことでですね、僕は最終的にこの人の目線で、この事件を追っていくと、この人は自分の正義を貫くために、やはり、自民党、今までの利権をね、なんとか元に戻そうと、この改革派の斎藤に追い詰められていく、利権をどん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 剥ぎ取られていく自民党の手先として利用された正義の人ではないかなと思うんですね。ただ、この人の死ですね。この人は本当に G 丸だったのか。もしも G 丸だったとすると、このパソコンの中に、この人とこの人の交友関係、この人が出世する、やったらこの人をね、まあ言ったら出世させた方がええとか、こういうことのテーマになるようなことがいっぱいパソコンの中に入っていた。ね。これが漏れること。このようなことを漏らしてしまった責任。自分が責任感、今回のことでの告発に関する責任感で、要するに自分で命を持って告発しようと思ったという線が一つ。もう一つはそれ以外に第三者の手が加わったのではないかというふうに、これは考えられるかもわかりません。ただしこの人の、行動っていうのは僕は非常に正義感あふれる人だったんじゃないかなっていうことが調べれば調べるほどわかりますから、この事件ですね、やはりこの人の死、の裏にですね、本当の真相があるというふうに思います。そしてですね、やはり維新といえばですね、いろんな事件がありますよね。例えばついこの間もありましたよね。ついこの間ですね、奈良県の維新の議員さんが電車にはねられて死亡。これはG丸じゃないかとね。この人がいつもね、電車、まあ酔っ払ってやね、電車にはねられとしたら家に帰る途中の踏切でバーンとやられてるのわかるけど、この人がいつも行くようなところじゃないところで電車にはねられてる。おいおいおかしいんやないか。しかもですね、この人が最後に電話した相手は誰かというとですね、この次の日にですね、恐喝で逮捕されたやつがおるんですよ。なので、恐喝で逮捕されたやつ、この恐喝で逮捕されたやつと最後に電話で喋って、その日に全然わけのわからんね、自宅とも関係ないところの踏切で亡くなってる。これも維新の会。ね、しかも橋本健生の時にね、こんな兵庫県どころじゃない、ものすごい数の方がですね、命を亡くしてるという噂もありますよね。これは詳しく調べてないから、ここではね、具体的にはお話できませんけれどもね。ということでですね、今日はですね、民政局長、渡瀬さんの目線でこの事件を見てみたときに、やはり渡瀬さんも利用されたのではないか、正義の人だったのではないかということですよね。となってくると、やはり、この事件を裏で糸を引いていた。ね、斎藤の裏で糸を引いていた。維新持ち上げた。そして菅さんですよね。彼らがどうしてもですね、兵庫県、この利権構造天下り先っていうのを自分たちの支柱にしたかった。この中で利用された斎藤知事。そして昨日のお話したように斎藤知事は今こう思ってますよね。おいおい、お前ら俺を担いでね、担いでおいてね、俺お前らと一緒に作った170以上の公約を達成してきたやないかと。自分の給料も3割カットして、ね、そして退職金も半分カットして、いろんなところ、ね、いろんな利権構造構造にメスを入れることによって家族に危険が及ぶかもわからないということで家族のもう避難させて自宅もわからないようにしてやってきた俺をお前ら最後に糸を切ったはしごを外したやないか俺は一体どないしたらええねんっていうことを今考えてるのが斎藤知事この人もですねまあいわゆるこの人はですねちょっと正義の人というよりも味方に言うとですね真面目な人やったというふうに思います。まあちょっと最後入ってるかもわからへんけどね。だけどまだわかりませんよ。この人はまだまだわかりませんよね。一番初めのこの人の視点から見てみるとそういう人やった正義の人やったっていうところも明確にしますからね。だけれどもやはりですねどの今日の角度から見ても斎藤知事の目線から見てもやはり昨日の目線ですよね。ちょっと上から政局というところから見てみて行くと、やはり、これは、兵庫県全体のですね、いわゆる利権構造を取り合っていた自民党内での戦い、これが一般の職員を巻き込んだ事件ではないかというふうに見えてしまいます。はい。というのが今日がですね、この民政局長の目線からの、考察でした。いかがでしたか皆さん、皆さんもですね、ご自身の手で、こういった正義ある行動なのか、そうではないのかっていうところはですね、僕の調べた結果ではそういうような形だったけれども、皆さんは皆さんの判断をしていただきたいと思います。はい。いかがでしたか今日の動画は。
最後に聞いてみたいと思います。皆さん、今日の動画は皆さんの参考になりましたか？興味深かったですか？聞かせてください。はい。うん、JJ、今日の話は、うん、なかなか信憑性があるんじゃないか。うん、そうですね。今日の話は信憑性がありますね。うん、それでどうですか？評価は面白かったですか？うん、でも、やっぱりお前の動画は面白くない。どうもすいませんっていうことですよね。まあどうしたらですね、面白い動画が作れるのか、大体わかりました。昨日もですね、JJ こんなようにね、動画を作ったらいいんじゃないの？直樹マンのように動画を作ったらいいのっていうふうに言われたんですけどね、僕にはそのテクニックがございません。技術がございませんのでね、僕の弟の BB にですね、5万人チャンネル登録がいったらですね、弟に編集してもらおうと思います。今は自分で編集してますからね、弟はすごいですよ。ゲームの実況のね、YouTube やってますからね、ものすごい編集うまいです。よかったら弟のチャンネル見てください。概要欄にね、あの BB のゲームチャンネルがありますから、これ弟ですから、彼に編集させたらものすごくボリュームのある見応えになるチャンネルになることは間違いないと思います。ということでした。初めての方ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上 JJ チャンネルでした。